はい、土佐市アドバイザー研修試験当日でございます。はい、筆記試験と聞き酒の試験が今から行われますけれども、俺もう昨日ずっと何神社回って、うん、今日受かりますようにをやってきたから。あ、そうなの。うん、勉強一切せずに俺神社5軒回ってきた。神頼み。神頼み、全部お願いします。受験生で一番いいかと言われてるのは神頼み。そうだ。その次に一夜漬けやから一応俺いろんな種類、どんな種類の選択肢が来てもいいようにいろんなタイプの鉛筆に番号書いてても転がせる。転がすやつな。俺山間で高知大入ってるから。あ、素晴らしい。そうそうそう。その山間と神を信じながら。神を信じる。聞き酒と。ただね、学力的には俺の酒偏差値で相当高いから上位目指せる。これ今回順位で見るんで何位かちょっと。ああ、じゃあもうそれはもう1位、もちろん1位狙います。おお、無理よそれは。なんで。だって俺が1位取るけんな。じゃあ2位です。なんでな。やろうぜ。どっちが1位か勝負だ。やろうぜ。1位になったんで。たんで。よし、行きましょう。筆記落ちました。実技落ちました。え、逆にあの実技で落ちるのはちょっとないわ。逆に、うん、あの学科で落ちるのはないわ。2人で1人前。ということで、はい、無事推奨を受けまして。推奨、うん、俺さ29歳でまさか推奨受けると思わんよ。俺高校生で推奨って終わったかと思ってたのに。まあ、ということで、はい、無事、はい、認定していただきました。破れかぶれの破れかぶれなんとかね。まあ、でも2人おれば完全土佐市アドバイザー上出来だから知識聞いて。俺聞き酒やるんで。なるほどなるほど、いいじゃない。秘密にするようなことじゃねえから。すごい厳かなこんな場所でね。しまったわ。こうみんな台に一回挨拶して登っていくみたいな。しまったわ。 T シャツに B さんで来てしまった。間違い感すごいでしょ。見えるこれ。しまった、まあ、どっかサイパンに行く。サイパンの格好よこれ。いや飲みに来てるからこっちは。懇親会メインやと思ったらこんな大学の卒業証書よりもいいやつもらって。いやそうよ。ただもうほんと不安があるのが、うん、これだと懇親会じゃないですか、うんうん、この額縁どっかに忘れてきそう。いやそう思った。いや酔っ払って忘れんかなみたいな。無事に持って帰れるんかなっていうのが一つありますよね。まあでもこの他の人に自慢できるようにこのちっちゃい卒業証書みたいなのもあったりとか。いい、ね、うん、そうそうそう。あとねこういうなんか免許証みたいな、はい、カードね、カードサイズのものもあったり。あと、はい、それだけアドバイザーのね、うん、こっちピンバッジ。ピンバッジもある。うん、これ M1 の時とかこれピンバッジつけて出ましょう。いやすごいあざとない。多分ちょっと審査員もおっプラス1点みたいな。するかおい。なると思います。まあ、ちょっと熱燗ドラゴンの熱燗の部分がね、うん、少しちょっと胸を張って我々高知のお酒大好きですよっていうので、はい、もう一つこれがね証になるわけですよね。そうですね、うん。時が経ち、ユニフォームクラブ張前です。ワークウェイにやってまいりました。時は経ち。はい。時は2020年。はい。ワークウェイさんに、はい、我々土佐州アドバイザーとしての制服をちょっと作ってもらえないかと。制服なんか作ってもらえるの？制服作ろうぜっていう。すごい。ユニフォームクラブですから。ユニフォームクラブ本当だ。何でもご要望にお答えします。ああ、ユニフォーム作ったの？はい、うん。めちゃくちゃかっこいいのができてるということなので、うん、ちょっと。取りに行きました。あ、担当の野村さんです、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。うわー、どこの国際線かなんか乗られてる。新家でね。この新居屋の上が届かんかもしれないね。このいい、キャビアテーブル広げなくていいです。いいですか。中学校の時の夢って何でしたか。中学校の夢、獣医さん。獣医さん。好きな動物なんですか。いいユニフォームの話して。あ、そう、ユニフォームだ。ユニフォームができたと聞いたんですけど、はい、出来はどうですか。バッチリ。バッチリ。バッチリ。できてますんで。100点満点中。120点。うわあ。大変だ。かっこいいのが。かっこいいのが。100点満点で聞かれて120点っていうのはなんかまあ。うん、
定番通りじゃ定番通りじゃないですか。おい、そんなこと言うなよ、お前。ってことはやっぱユニフォームめちゃくちゃいいのできたよろしい。ってことはユニフォームも定番通りなのかなと。いや、ちょっとやめて。なんかちょっと、あー、そうなのかな、想像しますよね。で、これがそのユニフォームなんです。あー、180点180点。これやったら、想像上回ってきてるよね、完全に。はい、ということで、じゃあ実際にそちらをお披露目していただきたいと思います。はい、じゃあちょっと案内いただいてもよろしいですか。はい、いただきます。はい、はい、ここですか。うん、あ、すごい、すごい、こんなことあるんだ。300点。はい、300点。すげえ、かっこいいよね。うん、今野村さんにも来ていただきましたけど、野村さん、ちょっと手広げてもらっていいですか。はい、わあ、いいっすね。で、こちらです。あの酒蔵、18酒蔵の、ロゴが入ってまして、うん、と、僕ら熱燗ドラゴンのちょっと家紋的ロゴも入ってまして、はい、で、このロゴをなんと野村さんにデザインしていただいたということでございます。じゃあ前向いていただいて、はい、こだわりのポイント教えてもらっていいですか。やっぱりでも家紋ですね。家紋、坂本龍馬の、うん、家紋、はい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 、が、このこのね、上、この周りのこの形なんですよね。これを使ってるんで、はい、僕らも熱燗ドラゴンのドラゴンは坂本龍馬の龍から、はい、龍から来てますんで、はい、それも組んでいただいてやってると、はい、じゃあもうドストレートでもう熱燗ドラゴンだね、これね。そう、だからもうこれがこの横に入ってる感じもかっこいいじゃないですか。うん、ここを入れるか入れないかとか、はい、ここの字体もどうするかとか、はい、で後ろのバランスとかもいろいろね、はい、あの試行錯誤していただいて、うん、で僕のは、白字なんですけど、新庄の黒字にしてもらったりとか、うん、なんかもうそういうね、もう細かい配慮やっていただいてるんですよ。いい、まあ、いいですよね。うん、いいですし、うん、ただこれなんか本日の主役ですかね。いや、あるね。あのなんかさ、これは飲みますよね。そう、土佐市アドバイザーですみたいな。熱燗だけでもどのイベント行ってもクソ飲まされるのに、うん、こんなん書いてたらバカほど飲まされるね。だからもう諦めましょうっていう話なんですよ。熱燗ドラゴンでもう定着してきたんだったら、もうこっちもつけてどんどん来いよっていうことなんですよね。ちょっと解明しない。解明、何ドラゴンですか。ハイボールベイビーとか。ハイボールベイビーはい、でも、東大阪アドバイザーとしても、これからなんかこう日本、まあ、日本の、高知のお酒を、うん、いろんな方に愛していただけるように、はい、我々も活動をね、はい、していけたら、企業活動ね、そうそうそうっていうのもあり、でさらにですね、うん、まあ、ワークウェイさんにはですね、はい、ラジオのスポンサーもしていただき、テレビの企画も我々でやっていただき、はい、さらには CM をですね、作っていただいたということで、さらにもう僕らもこんないろいろやっていただきまして、うん、もう頭が上がりませんけれども、薄字、赤の薄字でワークウェイとか入ってないよね、うん、いや入ってないまあそんなこんなでご協力いただきまして、うん、こんなかっこいい発表を作っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、何かですね、こんなの作りたいな、ふわっとした企画でもですね、ワークウェイさんに投げていただけたら、うん、こんなかっこいいのが出来上がりますんで、ぜひとも野村さんご指名ください。ということで、土佐市アドバイザー頑張るぞ。やった。はい、チーズ。はい、よいしょ。出たロコモーション。出た。ほら、もうこんなオフの時回してるやろ、カメラ。野村さん回ってますよ、ね。どうですか、着心地は。YouTube デビュー。着心地。着心地は、バッチリです。バッチリ、バッチリ。大きさもちょうど。でも今野村さんの肌で感じてる着心地は、うん、中の服の着心地ですから。確かに。ユニフォームのね。質のいい制服なんで。質のいい制服。